こんにちは、むりやりです。今日は引っ越しの日なんですけど、なのですいません、あのマスクちゃんと鼻までかぶってるしてます。今日は久しぶりにこれ100均のグッズを買ってきました。これはほぼインテリア。ちょっとパパッとやっていきます。今日5000円ぐらい買いました。これちょっとさっき見えたと思うんだけど、まゆめおちゃんの折りたたみお道具箱、はい、これはね前の家でも使ってました。今回のは引き出しがないタイプ。引っ張り棒が1、2、3、4本で、あとさっき今使ったんで6本、合計6本引っ張り棒買ってきました。ドアストッパー、ストップ、これねうちなんかドアストッパーついてなくて、なんかよくわかんないんですけど、うん、とりあえずこっち寝室で、こっち私の撮影部屋にしたいと思います。そして超透明展示用両面テープ L を2つかな、これ2つ買ってきました。これはなんかね端っこだけだったら多分あのそんなに跡残んないかなと思って綺麗に剥がせそうなので、はい、買ってきました。まあでも超強力って書いてあるからそんなにこうベタッとは貼らないけど、まあクリアな感じで貼れんじゃないかなっていう予想で買ってみたやつです。これは私が大好きな S 字フックで、あとは見て可愛くないほらハートの芳香剤、え、あ、やっちゃった、トイレのかと思ったらお部屋だった、まあいいか、トイレに置きます。でこれとこれが強力吸盤のなんかシャワーホルダーです。なんかねうちシャワーホルダー1個しかなくて、でもう1個のお家の方にそのまあ普通シャワーホルダーって2個ついてると思うんだけど、2個のところにこう刺してるものがあるんですよ。だからとりあえず2個買ってきました。マイメロちゃんの、はい、消臭シート、花畑はマイメロだらけにする予定なので、私ピアノちゃんが好きなんですけど、とりあえずキキちゃんもマイメロも好きなのでマイメロ買ってました。でとりあえずずらーっとずらーっとなんかすごい業務用みたいな、とりあえずね、はい、しっかり貼れて綺麗に剥がせる両面テープ、これは引っ越しで学んだこと、はい、なんかいろんなことをやりすぎてしまって引っ越し代にめっちゃかかったので、剥がせるやつをとにかくいっぱい買ってきました。何に使うかわかんない、出てきた、これも片っぽい、乗せるだけベンダシートのマイメロちゃん、はい、これねでもねもうちょっとピンクが良かったんだよね、なんか薄いけどまあいいかなみたいな、はい、感じでございます。これはあのまだ洗濯機のあのなんていうのフレームみたいなやつとかが届いてないんですけど、なんか置いたら可愛いかなと思って、はい、適当に買いました。ダン、同じあのなんていうんですかこれジョイントマットですね。ジョイントマットが2枚セットで1、2、3、4、5、1、2、3、4、4個、これで計算合うでしょ、何点買ったんだろう、5292円。ということで森有でした。またねー、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。これは前の100均のやつです。前の100均のやつより多分よくわかんないぐらい大量に買ってると思います。ということで森有でした。チャオー。